良くない例、この形はフェースが開いている方向になっています。スライスを修正するためには、今回は3分でわかるドライバーのスライスの直し方についてお話ししていきます。まず、ドライバーはアイアンと比較してヘッドの後ろ側が大きくなっているので、動かした時にフェースが開きやすいという特性があります。この特性があるので、ドライバーでスライスに悩まれる方多いと思います。 今回はインパクトでしっかりとフェースを閉じていってスライスをドローに変えていくための2つのポイントをお話ししていきます。1つ目のポイントはアドレスです。スライスしてしまう方というのは右腕が上にかぶってアドレスしている方が多いです。これはハンドルを左に切った状態、右腕が上の状態でアドレスしています。この状態からだと腕の位置を平行に戻した時にはフェースが開いてしまいます。 インパクトでフェースが開きやすい。対策としては、ハンドルを右に切った状態、左腕が上の状態でアドレスしていきます。でこの状態からだと、インパクトのタイミング、腕を平行に戻した時に、フェースが閉じやすい状態がアドレスで作れます。まずはこのハンドルを右に切った状態、左腕が上の状態のアドレスで構えましょう。 二つ目のポイントは、スイング中のフェイスのターンの量を増やしていきます。フォローの良くない例、この形はフェイスが開いている方向になっています。スライスする方の場合は、思い切ってシャフト軸にフェイスを閉じた状態を作るように意識しましょう。この時にポイントは、左手の小指の爪が自分の方に向くようになっています。フェイスが開く向きの時は、 小指の爪が地面の方向に向いています。しっかりと球を捕まえていく、スライスを修正するためには、フォローで左の小指の爪が自分の方に向くように意識しましょう。そうすると、少し極端ではありますが、フェースを閉じる意識を持つことができます。今回のポイントは、アドレスで右ハンドル。フォローで左の小指の爪を見る。 この意識でドライバーのスライスをドローに変えられるのでぜひ練習してみてください今回のポイントが参考になりましたらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいですそれではさようなら